こんにちは。オリックスバーローズの近藤大輔です。僕は大阪生まれ、大阪育ち、学生時代も社会人も大阪で過ごしたザ大阪人です。そんな僕が大阪の最新ホットスポットを皆さんに教えちゃいます。大阪城や万博エリアももちろん素晴らしいですが、最新のホットスポットは何と言っても堺です。仁徳天皇陵古墳はエジプトのクフ王のピラミッド。中国の秦の始皇帝陵と並ぶ。 世界三大墳墓の一つと言われる貴重な遺跡で実は今、モズ古市古墳群として来年の世界文化遺産登録を目指しています。さらに、お茶文化の元祖、千利休や有名な家人、与謝野昭子の故郷でもあり、その貴重な資料やお茶を気軽に体験できる理想の森は必見です。今、酒井は歴史を感じることができる最高の観光スポットです。最後に私、 近藤大輔は堺出身です最新のホットスポット堺ぜひ大阪で唯一のチンチン電車に乗って出かけてみてくださいね。